どうも皆さんこんにちは、三浦です。今日の新妖怪ウォッチバスターズはロボニャン F 型を使ってヒノシンを倒していきたいなと思います。その前にまずね、今ヒノシンを倒したばっかりなんで鬼ガシャを回していきたいなと思います。ポチッ、鬼ガシャ。手形は使ってないんですけど、手形を使ってない状態でもね、 S ランクのレア妖怪は出る可能性あるんで、ちょっと期待して。何が出るだろう。赤、よし、妖怪。ヤドコウモリ、これレアな方かレアじゃない方かな、どっちだろう。ヤドコウモリ、あ、レアな方だ。ヤドコウモリ、ヤドコウモリね。さあ、じゃあやっていくか。これ前作の妖怪ウォッチの時はね、どこにいたんだっけ、妖魔界にいたんだ。一生懸命妖魔界行ってヤドコウモリで、ね、頑張ってゲットした記憶がありますよ。懐かしいな。さあ、ヒノシン。今回使う妖怪は、まあさっき言ったようにロボニャン F 型、爆裂の術を使う妖怪ですね。そう、行きましょうか。ロボニャン F 型はね、通常攻撃がロケットパンチなんですけど、このロケットパンチを発射した時にしばらく体が硬直してしまうんで、結構ねちょっと使いづらい妖怪ではある。さて、さーってどうしようかな。今さっきはロボニャン F 型で勝つことができたんだけど、今回はどうだろう。さてもう戦っちゃおうかな。ロケットパンチで、ちょっとOK。僕たまに Y ボタンと X ボタンよく間違えるな。ほんと電波トラップ使う予定じゃなかったんだけど使っちゃった。危ない。そうちょっとこの隙ができるのが危ない。今ヒノシンのビーム食らえそうになったな。よし、逃げる。ドーン。ごいだ、だだだだだだだ、やばいやつが来た、やばいやつ、あれが来た。待って、危ない危ない。あっ、ちょっと動いて、わわ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 、やられた。山吹鬼はなしだ、勝てないよ。わあ、目の前にジミーフィールドあったのにやられちゃった。一発でクリアしようと思ったんだけどな。まあ今さっきね、山吹鬼がもう出たんで、もう当分出ないでしょ。うわー、やられちゃった、すんげえ悔しい。なんかさて、お、おにぎり、いいね。ちょ、あっと、目の前に来る。爆弾、あ、ババどこ行った。ババ、よし、ババ吹っ飛んだ。たって今食らいそうになったぞ。危なっかしいな。逃げて、たっと、危ない。ちょっと近くにザコが来てるから移動。
ちょっと移動だ。あ、今一気に見回り鬼が増えたぞ。ババアか。出た。ちょっと目の前に来た。やっちまった。出た。危ない。超ギリギリ避けんの。あ。なあ、見つかってる。もしもし、ビームよろしく。これだ。吹っ飛べ。見回り鬼吹っ飛べ。よし。いつもあれ頼みます。いや、危ない。危ねえな。さて。こっからが重要。爆裂の術を使いたいけど、爆裂の術を使いたいけど、そろそろ回復してくんだよな。なった。ジバニャン邪魔だな。ジバニャン邪魔。お、倒した。やばい。ちょっとアイテム取りに行くか。さっきのジバニャンのせいで結構削られてしまった。本当は爆裂の術を使いたかったんだけど、もう半分近くヒノシンのねヒットポイント削ってるんで、回復されちゃうからちょっと使えなかったんですよね。よし、間に合ってるはず。間に合ったか。よし、間に合った。で、もう一発。よっ、たた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 た。よし、オッケー。で、そろそろ回復してくるんで、ちょっと待ち構えておくか。よし、来た。ドーン。タイミングはもう完璧。にゃっ。よし、これ成功するな。あー、ちょっと厳しくなってきたな。まあまあいいでしょう。ババア吹っ飛べ。うわー、くそくそ、やばい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 、くそ、あのババア。あー、ちょっとどうしようこれ。やったー、間に合え。よっしゃった。体力的にやばい。いけるかな、これは。結構接戦になってきた。避けて。危ねえ、危ない。よし、もうやっちゃおう。よし、いったー、ギリギリ。危ねえ、危ねえ、危なかった。ギリギリだね。ロボニャン F、 あ、爆弾あったんだ。これやりたかったな。これやりたかったな。さあ、もう出よっか。時間的にはまだ結構時間あるな。もうでも出る。さてと、ロボニャン F 型結構難しかった。難しい、これは。やっぱロケットパンチっていうのは結構癖があってね、難しかったな。何度もね、あのロケットパンチ打った後にヒノシンのビーム食らいそうになったからな。さて、さっきはレアな妖怪が出てきてくれたけど、今回はね、どうだろう。金だ。金金金金。あれ、リー夫人ね。リー夫人。リー夫人。リー夫人。
リー夫人でバスターズっていうのも面白いかもな。リー夫人ってなんだろう、レンジャーかな。違う、レンジャーじゃない、ヒーラー、まさか違うよな、アタッカー、あれ、リー夫人、あ、いた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 、あ、いた、あ、やべえ、リー夫人でも倒せるね、ヒノシン。ヒノシンの回復をキャンセルすることができるんで、リー夫人でもいけるのか。ちょっと面白そうだ。どんな感じかな、ちょっと見てみようか。もう絶対勝てないけど、今レベル1なんでね。いいな、リー夫人。なんかいいな、リー夫人。あ、攻撃が遅いな、これは。うん、ちょっと攻撃が遅いね。あらあら。あらあら。あ、どうだろうな、これ。ジバナ来た。あった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 。レベル1だと通常攻撃は結構弱いな。いい感じによろしく。どうだろうかな、これいけるかな。あ、レベル99だったらなんとかいけるかな。なんとかいけるかな、これは。さすがにレベル1は厳しい。ちょっと移動しよう。アイテム。でもレベル1でも結構戦えるね。結構。お、ジバニャ。もしもし、リームやら。うん、結構戦えてんな。あー、ジバニャン倒せない。ジバニャン倒せない。たあーやばい。体力的にちょっとやばくなってきたな。移動するか。いいね、ちょっとリー夫人やってみたいな。リー夫人の理不尽な戦いみたいなね。そんなタイトルつけてやってみたいな。さあさあさあ、もう何が理不尽なのかよくわかんないけど。おっと、ダメだ。目の前におにぎりあったけど。あー、まあしょうがないね、レベル1なんで。はい、ということでね、僕の腕前だと一発で撃破するっていうのは結構難しいんですけど、こう、あ、ごめん、一発でクリアしてないね。そうそう、一発目山吹鬼が出てきてやられちまったんだ。2回目でようやく撃破みたいなね。結局か、そうかそうか。まあよかった、ロボニャン F 型で撃破することができたんでね、よかったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。